この先の暑さについてお伝えしていきます。この先週中頃から再び厳しい暑さというところが増えてきそうですよね、はい、そうなんですね、空気の質が変わってくるということになりそうなんですけれども、はい、ちょっと天気図の方を見ていただきたいと思います、はい、北海道など皆さん北海道の皆さんからはカラッと暑いという報告をいただいているんですね。そのカラッと暑いという暑さをもたらしているのはこの高気圧、一方沖縄はじりじり暑いむしっと暑いという、報告をいただいているわけなんですけども、はい、それはあの東の方にあります太平洋高気圧、これがこう覆ってきているということなんですけども、この高気圧の間にあるのが前線ということになるわけですが、はい、この前線の位置がだんだんと変わってきそうなんですね。で、月曜日まではほぼ停滞しているんですけども、火曜日以降、どうも北の方にずっとこう、抜けていくような形になります。ここはちょっと消えてますけどもね、だんだんと北上していくというのがポイントになりそうです、はい、ということで、西日本東日本は、むしっと暑い高気圧、まあ、太平洋高気圧ということになりますけども、この高気圧に覆われますので、まあ、天気の方も来週の、17日以降、晴れの日が多くなってくるんですね。すっきりと晴れなさそうなんですが、はい、このために気温がぐっと上がってきます。西日本東日本見ていただきますと、17日以降は日中の気温は30度以上、特に西日本方面は34度35度というような、まあ、猛暑日に迫るような暑さになりますし、もう一つのポイントは最低気温が25度以上の熱帯夜、福岡など見ていきますとかなりこうね、27度28度、かなりこう蒸し暑い夜を迎えるというような状況になってきますので、はい、蒸しっと暑いのが日中だけではなく夜も続くというのが来週の気温の特徴になりそうです。はい、昼夜問わず熱中症対策はしっかりと行うようにしてください。詳しい気温の予想もアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。